ユニホンテレビ。大会はバレーボールを通じて参加した人たちに楽しく交流してもらうとともに、日頃の運動不足を解消してもらおうと東売り公民館が毎年開催しています。夏と冬の年2回行われていて、冬の大会は市内在住または市内の企業に勤める人が対象となっています。今年は市内のバレーボール愛好者や地元企業に勤める社員などで構成された3チーム、合わせて30人ほどが参加しました。大会は総当たりのリーグ戦を今月18日と来週25日、そして来月2日の3日間かけて行います。競技はソフトバレーボールを使用し、秋田県8人制バレーボールの規則をもとに作られた東売り版ローカルルールで行われました。大会で使用されるソフトバレーボールはスピードが出やすく、力強いスパイクを打つことができます。参加した人たちは迫力のあるスパイクを打ったりフェイントをかけたりと、バレーボールを通じて交流しながら心地よい汗を流していました。強いので優勝できるかなって感じですね。でも優勝したいです。まあ、このコロナの中でこうやって試合が大会があって、本当に自分としても練習をしててその成果を発揮できる場だなというふうに思っています。優勝を目指して頑張ります。選手一人一人が一生懸命なってやっているので、地域との触れ合いとかもあっていいなと思ってます。今回出場する参加チームが少なくなっているので、コロナの影響もあるかと思うんですが、来年はより多くのチームでやっていきたいなと思っております。大会はこの後来週25日と来月2日に行われる予定です。東売り公民館では今後も大会を継続するとともに、多くの人が楽しめる場の創出に努めていきたいとしています。